先日書きかけてたブルーポピーと猫の線画から、着色していったものなんですけれども、以前のあのアルルカの絵のように黒色技法でやってみたんですけれども、なかなか自分の思うような色が出なくて、それでどうしてもこの部分ですね、あの、ここ黒を入れたんですけど、で黒これ今あのパンパステルの黒です。でかなり、黒がきつくこう画面上に出てしまうんですね。でそれを抑えるのに、桃流なんですけども、じゃあその上にパンパステルの白、これをさらに塗ったらどうなるのかやってみました。黒色がどうでしょう、粗めの紙なんですけども馴染んでいく感じ、わかりますか。あのグレーと言ってしまえばそれまでですけども、パンパステルのあの柔らかい色にこう、こちらの黒、白を塗る前の黒よりも白をさらに重ねた黒の方が、あのパンパステル全体の中では柔らかさを出していくっていうことが、これ桃流の技法なんですけども、わかりました。またこちらの方も仕上がりましたらアップさせていただきます。